どうも皆さんこんにちは、メープルでございます。突然ですが皆さん、ライオンのたてがみってなんでオスだけ入るか知ってますか？まあ首の頸動脈を守るためなんですけどね。実はこのたてがみも遺伝子の異常でメスに入ることもあるらしいです。この写真のライオン、左がオスで右がメスですね。はい、どうでもいいですね。本編いきます。ということで今回は頭部に鳥の頭がある奇形のライオンと奇形のホワイトタイガーの巻ということで話していこうと思います。ちょっとタイトル長いね。こちらが今回紹介する奇形のライオンの写真です。このライオンはアメリカライオンという種で、主に南北アメリカに生息しています。アイダホ州のウェストンでハンターによって撃ち殺されたところを写真に収めたそうで、こいつの頭には目が潰れた鶏みたいな頭がついていますね。この奇形のライオンの死骸はアイダホ州のポカテロにあるオフィスに持ち込まれて、生物学者によって研究が行われました。このような頭になってしまった原因として、妊娠してお腹の中にいる時にうまく成長することができずに生まれてくる結合体双生児ではないかと言われています。結合体双生児は人間にも起こり得るもので、 10% から 15% の確率で起きます。意外と高いな。たまにいる体の骨が普通より多い人とかもこれに該当するそうで、主に成人してから発覚して摘出することが多いそうです。次に紹介するのが、これまたアメリカで発見されたこちらのホワイトタイガーです。このホワイトタイガーは2000年アーカンソー州で発見され、テルペンチンクリーク野生動物保護区によって保護されました。そしてこのホワイトタイガーにはケニーという名前が付けられて、鼻が低く顔がへこんでいるように見えるためメディアに多く取り上げられました。こちらが通常のホワイトタイガーで、こちらがケニーです。当初はダウン症であるためこのような顔になっていると考えられていましたが、実はそうではないことが近年分かりました。保護された時ケニーは約2歳であって、ケニーの弟と思われるトラウィリーも一緒に見つかりました。ウィリーの方はホワイトタイガーじゃなくて通常の色で、目の焦点が合わないという異常があります。アヘ顔みたいだな。ケニーを保護していたエミリーさんは、この異常の原因はホワイトタイガーを増やすために行われていた近親交配によるものだと話しています。ホワイトタイガーは数が少ないため、保護を目的として数を増やそうと近親交配をさせた結果、このような異常が生じたと考えられています。しかしホワイトタイガーは野生に存在する個体ではなく、白変っていう色素異常によって発生した個体です。実際に今存在するホワイトタイガーは全てたまたま白変で生まれてきたベンガルトラを人間が捕獲して、それを近親交配させてきた結果なのだそうです。人間でも近親交配しすぎて顎がめちゃくちゃしゃくれたハプスブルク家とかがいるんで、やめといた方が良さそうですね。はい、いかがでしたでしょうか。頭部に鳥の頭がある奇形のライオンと奇形のホワイトタイガーの巻でしたけども、現在日本にいるホワイトタイガーとかも人間の手による近親交配で生まれたと考えると、ちょっと見方変わってきますよね。こんな感じで僕が面白いと思ったことを動画にするとかいう自分勝手極まりない動画投稿を行っているメープル豆知識紹介チャンネルでございます。この動画が良かったと思う方はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。じゃあのー。